Okay, can you hear me? 聞こえますか？はい、聞こえます。はい、ありがとうございます。フランソワ・ルコントと申します。私どもの方で、今日の議論のまとめをさせていただきたいというふうに思います。アルプス処理水がの放出についての議論が行われてきましたけれども、まず最初にこの状況をリマインドさせていただきたいというふうに思います。三重の災害が10年前に発生しました。三重の事故、つまり地震、津波、それから原子力発電所の事故です。そして現在の状況ですけれども、トリチウム汚染された水の問題があります。そして一部のこの水がすでに海洋放出されています。しかし、貯水タンクにまだ大変な量の処理水が保存されています。そしてこれが来年度末までにタンクがいっぱいになると見込まれています。そしてこの貯蔵された水に対して何ができるのか。何をすべきなのかという問題です。すいません、1枚戻っていただけますか。終わっていません。で、その選択肢の一つとして、この水の放出をするということ。ただ、原子力発電所の通常のオペレーションと匹敵できる、比較できるような問題ではないということです。この事故によってすでに海洋汚染がされているという問題があるということ、またトリチウム水を考えますと、さまざまな種類の水がこのタンクの中に貯蔵されているので、通常の状況とは異なるということになります。そしてこの処理水を放出するとなりますと、海洋の汚染の問題も生じますし、また地元の製品、海産物や観光業のイメージの問題もあります。そしてこういった環境を考えますと、誤った風評が数多く出回っているということになります。では日本の状況はどのようなものでしょうか。多くの懸念があります。もちろん当然のことです。この水の問題は長期的な問題です。放出されるトリチウムは30年から40年にわたって放出される計画だからです。また、意思決定のプロセスに早期から関わることの、プロセスが欠落していました。また、専門家ではない人たちにこの問題を明確に理解することが非常に難しいということです。科学的な内容だからです。またそれと同時に様々な多様な見解があります。時にはそれがその、他の人と沿った内容でもないかもしれません。そして他にも懸念といたしまして、子どもは将来の世代に与える環境というものがあります。また福島はお米であるとか、柿であるとか、ホッキ貝であるとか、カニ、そして観光といったいろいろな有名な特産物、そして観光業といったものがあり、汚染されていないにもかかわらず、汚染されているのではないかという風評に苦しんでいます。経済的な観点から言いますと、県外での、例えば東京などでの販売量が削減している、低減しているという問題もあります。福島県産であると販売量が落ちるといったこともまだ起こっていますし、また漁業におきましては漁獲量も限定的になってしまっており、そして価格もまだ回復していない。消費者との対話というのも難しいという状況があります。というのは簡単にアクセスできて理解できる情報があまりないということと、
そして人々がすべて全方位的に情報を欲しがるという状況があるからです。それから東電と政府に対しての信頼が欠落しているということ、また保証の問題が明確ではないということ、そしてが放出をするかどうかということは、人々が元住んでいた町に戻るかどうかということにも関わってきています。そして幅広いアプローチがこの廃炉には必要である。またもう一つはですね、福島の問題だとして日本の人々がそれほど関心を持っていないという問題もあります。そのためにこういった問題に対応するためにさまざまな努力が払われてきました。例えばいろいろなフェスティバルをやったり、イベントをしたり、チラシをまいたり、教育の場を持ったり、またはディスカッションしたり、透明性を高めたり、モニタリングについて情報を発信したり、直接ダイアログを、対話をしたり、またはいろいろなその漁業におけての経験をみんなにしてもらったり、新聞やソーシャルメディアを使って宣伝をしたり、またエコラベルの推進などもありました。そして漁業組合でありますけれども、今若い方々を一生懸命この参加してもらおうとしており、その点については良い進捗があります。また自分たちがやっていることにその誇りを持つということも重要なことです。そして海岸についてもキャンプをしたり、ゴルフをする場所を作ったり、新しい宿泊施設などを整備する、まあ、これも価格非常に費用がかかります。政府などの援助があっても費用がかかります。また放射線防護の専門家が国内外からその参画をしてもらって、ワークショップなどを行うなどの努力が重ねられております。プレゼンテーションの次の部分からはティエリーさんにお願いしたいと思います。ティエリーさん、失礼しました。今私の声聞こえておりますか？はい、聞こえています。本日海外からの視点も共有されました。その点について簡単にまとめたいと思います。まずは韓国からの話ですが、この10年間非常にマイナスな意見といったものが出ていました。NGO やメディア、そして政治家からこの問題については非常に否定的な意見が出ていました。さまざまな情報が出ている中で非常に正しくない情報も出ていました。そしてそのために科学者が科学的な情報を共有するのが難しい状況にあった。そして福島、また非核化の政策を取られたことで非常にこのダイアログも難しくなり、この国民が状況を理解するための包括的な報告書などもまだ作成されていない。あとピッパさんの方からカナダの話が、そしてイブさんの方からフランスの話がありました。カナダのこの経験については、この意思決定の方法というと、ステークホルダーと一緒に策定していく、そのためにはインクルージョン、そして透明性、そして説明責任、公平さ、そして互恵性といったものが必要であるという話がありました。詳細は割愛いたします。また、こういったコラボレーションに基づいたプロセスを水のモニタリング管理については適用する、これが重要な要素であるという話がございました。これはトリチウム水、複水のケースにも適用できるアプローチではないかと思いました。フランスでの経験に関しましては、CLI というそういった現地の情報のためのコミュニティがあり、それから国家レベルの ANCCLI という評議会がありました。
これは中立的なそのステークホルダーとして情報とそして専門知識を提供する役割を果たしていました。さまざまな経験を人々が持ち寄って、例えば経験検査であるとか、また緊急事態における計画策定、また意識向上、知識の管理、そして市民との対話、これをですね、廃棄物等や老朽化について持ったと。この透明性、そして参画性、そして共同といったものが非常に重要であると。また時間がかかるプロセスなので忍耐が必要である、時間をかける必要があるというお話もございました。そして市民の方々、地元の方々を参画していただき、そして知識がないといった、知らないことがあるということに対して謙虚な活動態度を持って、正直に、そして忠実な誠実な対応をすることの重要性を説かれました。また検討事項といたしまして、今回のダイアログ午後の対話のところで言いますと、いくつか重要なポイントが挙げられました。これも非常にこういった速報的な内容ではございますが、ご報告したいと思います。一つ結論として言えるのは、重要な点といたしまして、情報を提供する際にはアクセスでき、そして一般の人が分かるような形で提供しなくてはいけないということで、包括的な報告の方法が必要であるということも言われました。そのために協力に基づいたネットワークが必要だと。コラボレーティブネットワークと書いておりますけれども、これはいくつかのレベルに分かれると思います。地元レベル、国家レベル、そして国際レベルのネットワークがあるかと思いますが、正確で、そして理解しやすい情報の普及を促進する性質のものであります。またイブさんの方からお話があった点といたしまして、法的な枠組みの重要性でございます。このような枠組みがあることで、この地元のステークホルダーに力を与え、そして意思決定においてエンパワーメントをすることができるという点が指摘されました。すみません、ちょっと音が入ってきましたが大丈夫でしょうか。続けます。さて、この法的な枠組みというお話でございますが、このプロセス、結果については一般市民が影響力を及ぼせる枠組みが必要であります。またリスクの枠組みを超えて、インパクトアプローチとピッパさんが言った方法を促進する必要があります。そして透明性と説明責任に依存したプロセスである必要がございます。そしてしっかりとステークホルダーが充実した形で参画できるように、時間をかけるということ、またこのステークホルダーの自立性といったものが必要でありますし、そして政府が、その自治体、それから政府のこのサポートがこのプロセスで必要であります。これは何について必要かというと、放出に関してのモニタリング、フォローアップについてのその協力的なプロセスを構築する際に、国家レベル、地元レベルのプロセスが必要であります。そして若い世代を参画していただくということが、イノベーションのためには必要だと思います。これは長期的な影響というのが、若い方々に非常に関係が深いからです。30年40年放出は続きますので、またその際には倫理的な、そして社会経済的な懸念検討事項も反映させる必要があります。さて、水に関しての意思決定でありますが、この処理水をどうするかというのは意見がまだまとまっていません。いろいろな見方がございます。そして染料と健康への影響だけを考えるということでは十分ではないということが言えます。それに加えまして、地元のコミュニティとの対話が必要であります。そしてより多くの、例えば廃炉であるとか原子、その放射性の廃棄物といった大きな問題も取り組む必要がございます。これは処理水に加えて、この事故の結果起こってくる問題であります。
誰かが意思決定をすることが必要です。おそらく政府になるのかと思いますが、しかし意思決定によっては責任範囲を明確にする必要があります。そしてどのような根拠に基づいて意思決定がなされたのかといったことを明確にする必要があります。代替案は考えられたのか、補償の問題はどうなのか、費用効果はどうなのか、社会経済的な問題なのか、そして将来への世代への検討も必要であります。ということで、このダイアログの中での議論といたしまして、意思決定を説明する際にはこの長期的なこういったプロセスであるので、再評価をするためにこの集会をする、集まるという、そういった機会が必要であると、そして意見を交換する必要が将来にわたって必要であるということでありました。ということで、私のスクリーンは以上ですね。ということで、マイクをお戻しいたします。